ではカクテル作っていきたいと思います。使うのはオモロの10年になります。でこれとですねご用意いただきたいのはエスプレッソ、ワンショット30ミリぐらいで、今日は僕はカカオシロップっていうのを使うんですけど、これは、メープルシロップとか蜂蜜とか、あとはアガペハニーっていうものとか、まあなかったら本当普通のシロップでもいいと思います。バニラシロップも美味しいです。この3つとあとは炭酸を用意してください。これを使ってですねエスプレッソフィズっていうのを作っていきたいと思います。まずですねホムロ、これを10年を30ミリ入れます。まあちょっと度数も強いですからね、30ミリぐらいがちょうどいいかなと思います。ちょっとお酒が欲しいなっていう人は、40ミリ入れてもいいと思います。そしてエスプレッソ、これはワンショット入れます。で、エスプレッソの味にもちょっとよるんですけど、このシロップは、大体10ミリぐらいで、多くて15ミリかな、20ミリぐらい入れちゃうとやっぱちょっと少し甘すぎちゃうかなと思います。いわゆるですねこれのお酒の原型はエスプレッソマティーニというものになります。ちょっとおしゃれですよね。コーヒーのカクテルのもう走りですね。すごく有名なカクテルです。でこれをですね泡盛で作ることで、このオモロのやっぱりバニラの香りをつけつつコーヒーと合わせていくことで、すごく香りがいいカクテルになります。でもしあればこのフローサーっていうので、これで少し混ぜてあげると結構綺麗に混ざってくれます。やりすぎちゃうと酸化しちゃうので、ほどほどにもうこれぐらいでいいと思います。でこれをシェイクしていきます。選ぶポイントは、このオモロにやっぱり相性がいいエスプレッソを選んであげるってことと、あとそれに相性がいいシロップを選んであげるっていうことで、この3者が相性がいいとより美味しくなります。シェイクします。でシェイクはこういうのでもいいです。こういうのに入れてこういう風に手で振ってあげても全然 OK です。これだとシェイカーいらないんで、これプロテインシェイカーとか、こういうなんかこうなんか蓋付きの入れ物とかがあっても全然大丈夫です。しっかりシェイクして、でポイントはちゃんとこの茶こし、これ使うこと。これ使うとすごく滑らかに泡が出てます。ギネスビールっぽいですね。こう細かい泡ができてるんで、ゆっくり下から上に泡が上がってってるっていうことですね。でここに炭酸を入れます。炭酸入れるとですね泡盛が出てくるんですよ。ほぼ黒ビール、見た目はほぼ黒ビール。はい、こちらで完成です。はい、このカクテルはエスプレッソフィズのオモロなんで、オモロエスプレッソフィズという名前になります。ちょっと難しいですけどね、こういうまあ入れ物を使って、まあ、なんかちょっと、かっこいいカクテル作ってやるぜみたいな感じで作ってやってもいいと思います。まあ、できればねやっぱり入れたてのエスプレッソがいいですけど、スターバックスとかでエスプレッソ買ってきてそれ冷やしたものでも全然大丈夫です。入れたてじゃなくても美味しく作れます。今ちょうどいい感じですね、セパレート。じゃあテイスティングしてみたいと思います。では試飲していきたいと思います。結構ね泡もしっかりしてるので時間が経っても大丈夫そうですね。うん、香りがねちょっと青森を感じるんですよこれ。うん、いいですね。コーヒーのちょっと苦味と青森の香りが余韻でずっときますね。見た感じ黒ビールですね。なんかね味わいとしてはすごく飲みやすいです。軽くなりますね。なんか僕は30ぐらいでも30ミリぐらいでも十分こうオモロの味が抜けてくるんですけど、40ぐらいあった方がちょっとガツンとこうアンプリが来る味が好きな人もいるかもしれないですね。エスプレッソも、まあ、ちょっと今回使ったのはコスタリカのちょっとこうダークローストのチョコレートの味がするやつを今回選んだんですよ。でそういうのでもいいし、ちょっとこうチェリーっぽいやつとか、あと柑橘系みたいなやつもあるので、まあいろいろこう作り分けてみるとすごくねこれ美味しいんじゃないかなと思います。
おもろ亀貯蔵10年のコシを使った、おもろエスプレッソピズでした。ぜひ皆さん、ちょっとね家庭でやると難しいですけど、ぜひ試してみてください。はい、ではまた次回ご視聴ありがとうございました。